まあ、スパチャのスーパーチャットと言われるですね、YouTube の機能の実験を今からやりたいんですけども、まずYouTube の無料枠に皆さん移動してください。今ドワンゴで見てる方とか申し訳ないんですけども、一旦ですね、YouTube の無料枠へ行ってください。で、これを置かなきゃいけないんだな。こういうことをやるときには。ひろゆきのモノマネなんだから。で、すいません、余裕がある方はですね、スーパーチャット機能というやつで何ぼでも構いません。あ、出た。あ、出た。急に出たけど、なんかこう動いた。ただの、みのるさん500円、500円払ってくれてありがとうございます。まあ、こういうことをやろうとしてるわけです。もったいない。ありが、トラザンローさん、こうですか、500円。そうです。こうですかのために500円。本当に申し訳ない。なんかね、この払う料金によって文字数の変化があるらしいんですけども、本当に心が痛い。ひろゆきよくこれ毎週やって平気だよなって思うんですけども、こういうふうなことをですね、ちょっと来週無料の枠でやってみようと思うんですね。っていうのは質問フォームに質問を送ってもらって、でそれで出すっていうよりはその場でパッと答えるっていうのをですね、一回やってみたいというふうに思ったからですけど、さっきの桂木さんは桂木夜なばりと読みます。そのために610円もありがとうございます。料金はいちいち読まなくていいのかな、ひょっとして。そうかそうか。来週もこれちょっと置いてみてやってみますけども、次回はですね、初の試みとしてですね、この無料部分ですね、45分ぐらい使ってですね、ひろゆきの配信を完コピしてですね、今みたいに出てきた、スパチャと言われるやつですね、次々と答えるというのをやってみようと思います。つまり生配信でスーパーチャットの質問に次々と答えるんですよね。一応ですね、ニコ生のコメントも YouTube のコメントもこちら側に流れるのでですね、そちらの方もチラ見しながらですね答えるというですね、割と本当にライブ感だけの回に次回になると思います。僕もわからないのでですね、楽しみにしていてください。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、よろしく。